連続講座、生物、遺伝子、ウイルス、免疫、医療、感染症対策の理解のためにを始めたいと思います。私はえ講師を務めます予備校の生物科の講師で、えー、船橋市の市議会議員の朝倉でありますで。私の市議会議員としての新型コロナ、船橋市の新型コロナウイルス関連対策の情報は、朝倉 MQR 公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 この講座はやはり、えー、今、えー、国民的なあの重要な事態、えー、となっている新型コロナウイルスの理解のために、えー、この講座を発信をします。それではこの講座全体の流れを、えー、説明していきたいと思います。で、本日2020年5月の13日よりスタートいたします。で、基本的に毎日を、えー、発信いたしますが、まあ、時々休むこともあります。 で15分から20分程度の発信を予定しております。そして20日に Facebook ライブで発信し、YouTube に載せます。ぜひ朝倉未ける YouTube チャンネルに登録をお願いいたします。で、たい6月の中旬までの1ヶ月程度を予定しております、30回程度ですね。やはりこれだけの内容をしっかり話すためには、まあ、最低でもそれぐらいが必要かなと思って、30回程度を考えております。 で、通常の大学講義とか、まあ、予備校でもほぼ同じなんですが、こんな感じですね、90分の授業が15回ぐらいあって、前期ですね、あの、まあ、1学期と言ってもいいんですが、そうそう1350分ぐらい話すことになると、で、それに比べてこの講座は15分かける30回ですので、450分程度なんですが、まあ、3分の1程度なんですが、エッセンスのところだけお話できるかなというふうに思っております。それではえ次、2点目、ゆっくり時間と回数をかけて説明いたします。例えば、 もう新型コロナ関連で要点だけ知りたいという方にはすでに作ってあります、2月24日発信の私の公式サイトの方に載せてありますが、YouTube に載せてありますが、ウイルス解説3部作というのを作ったんですね。それは1点目はウイルスとは何か、2点目が PCR 検査などの検査法、3点目が人の免疫系、この一番重要な3ポイントを。 まあそれぞれ20分ぐらいの動画で説明してるやつがありますので、まあ、どうぞそちらをご覧ください。ただ、本講座ではさらにじっくりと、えーまあえー、回数をかけて説明したいと思っております。それから3点目なんですが、私はあのーまあ、予備校でずっと生物学を教えてきましたし、その相手が医療系の学生でしたので、医療系に関することも詳しくなってるんですが、 ただ、やはり私は医療従事者そのものでありませんので、例えばこの治療法が是か非かというところまでの言及とか、個別の,その診断とかいたしませんので、まあ、当然、医療への言及はあの限定的になると思います、ただ、基本的に今、争点となっている医療の基本点のことは説明できると思いますので、まあ、そこはあのそ,のそういうこととしてご理解ください。 で次、実用だけを考えるんだったらと当面、まあ、厚生労働省や国全体でやっている方針を守って外出を控えるとか、まあ、手洗いとか、えー、換気を励行するとかそういうことを、まあ、徹底してやっていればいいわけですね。 えー、ただ、なぜそれが必要なのかと、でウイルスと、まあ、やがてはあの、まあ、克服して、さまざ、あ、まなウイルスがそうであったように、そのウイルスと共生する社会を目指していかなければいけないんですが、その原理からあの説明をしていきたいなと思っておりますので、実用のみを目的としてませんので、その点もご理解ください。それから あの関連の英単語も紹介いたします。というのはこの,この分野の色気の言葉は英単語として知っておくと関連の英語論文なんかにアクセスしやすくなるということと結構カタカナ語として日本語に定着してるやつもありますのであそうだったのかということが理解しやすくなると思いますから紹介をしていきます。それでは まず私のバックグラウンドを改めて紹介しておきますと私はあの予備校で生物学をずっと30年間教えてまいりましたそして本も2冊書いあの生物系の本は2冊書いてありますちょっとこっちはアマゾンで取り扱いがないんですがえこちらの方はアマゾンで取り扱いがありまして Kindle 版も出ておりますのでぜひお読みください 年年に発行してて、まあ、間、えー、続いておりますさて、それで予備校の方では、まあ、30年間こういう形で講義をして聞いておりまして、まあ、私のも自身もその分子生物学の、えーまあ、研究は基礎的なことはやったことあるんですね。それで、えー、と研究というか、まあ、研究主義の基礎的なことはやったことあります。でそれで、えっと 住だああ予備校で医療系の学生を教えてきたご縁で今、元生徒たちが実際の医療現場で働いておりまして Facebook でつながっていてあのその医療者から見た新型コロナに対する最新の情報もそのまあえその把握ができますしそれから本当に今の事態の中で大変だと思うんですが元生徒の中で国立感染研や 厚正労働省に入っている生元生徒たちもいますので今とても会える状況じゃありませんが,やがあの彼ら彼女らの活躍を、えー、願いながらやがて、えー、落ち着いて会える時どう,いう話、えー、どういう苦労があったのかとのを、えー、お,お聞きできるのを楽しみにしているところです。さてで私はまあそ,の、えー、そういう経過をかけてきたので今は実験はあのやっていないんですがここの パソコン画面の上にこうなんかチューブみたいなのがありますけどこれエッペンドルフチューブという分子生物学で使う基本的な、えー、器具なんですねこれを、まあ、パソコンの上に、えー、貼り付けて、まあ、自分の原点をいつも確認していたりしますさてもう一つあの生物学を教えるというかだけではなくてやはりそれを社会に発信すべきだろうということで、えーまあ、日本眼学会で 船橋市議会でがん医療のことを取り上げたことをポスト発表したり、それからやはり今回の事態に関しては PCR 検査を船橋市保健所でやるべきだということを船橋市議会で質疑をしたりしました。ということで、まあ、生物学が私の基本であり、それを社会に発信していこうと思っておりまして、この試みのその一つだろうと思っております。さて前置きが長くなりましたが、講座の内容に入ってきます。で、えー 新型コロナウイルスも含めて最近ウイルスという言葉は相当、まあ、あの国民の皆さん全体知ってきたと思うんですが最近との違いもほぼ分かってきたと思うんですがもともと多くの方にとって最近とウイルスというのはあまり区別がついてなくて、えー、そして、まあ、大雑把に言うと微生物という小さな生物微生物という表現がされてきました。で微生物という一括りの、本当は ウイルスが微生物と言っていいかどうかというのは、えー、現物には違うところがあるんですが、まあまあ、一般的にはそう思われてきました。じゃあ、えー、細菌などの微生物たちが、じゃあ、私たちの、えー、社会にとって、迷惑だけの存在かとむしろ違うんですね、下水処理においても、脱脂菌とか消化細菌があの、私たちが出した下水を処理して、東京湾にきれいな水として放流するときにあの、中で頑張っていただいております。 それから例えば地下水が工場のトリクロロエチレン、排水の中に入っていたトリクロロエチレンで汚染されたときも、それを今、一生懸命浄化しているところがあるんですが、そこもバイオレメレーションといいまして、微生物がその処理に活躍してくれているんですね。ということで、微生物一般は決して私たちにとって、 えー、有害な存在だけでもなくてむしろありがたいところを結構やっていただいてる存在だということを理解していただいた上で医療系の話に入っていきたいと思いますさて医療系の標準的な、あのーまあ、テキストに、えーまあの分野にせ、まあ、これ医療系学生が学ぶ生理学というのと微生物学というのがあるんですが生理学というのは人体が健康時にどういう仕組みで、あのーまあ、健康を保たれてるかを、えー、取り扱った学問です。 そして微生物学というのは医療系における微生物学これ両方医学書院から出てるんですけど、医療系における微生物学というのは病原微生物のことです。私たちの体に害をもたらすかもしれない微生物のことでありましてさっき言った環境浄化の,あの土壌とか水質にいる微生物とは違うんですね。 えーまあ、その土壌とか水質にもいますけどそこでえっと一般的なあの環境循環に活躍している微生物たちとはちょっと違うと人体の中に入ってくるということですねさてその標準微生物学の目次立てで大体学問的に細菌とウイルスがどう言い続けられているかを確認しますと、えー、まあ大体500ページぐらいの本,、まあ、本なんですけど分厚いですよこれこ結構分厚いですよねこれ まあ、こ,これぐらいです、まあ、実はでも生理学の方が分厚いんですけど、<laughs> 生理学の方が分厚いんですけどね、こ,、まあ、こんな厚さですで、その標準微生物学の中での、あのーまあ、病原微生物の取り扱いの中で、細菌が、まあ、合わせて260ページぐらいですね。 で神菌というのは、まあ、カビの仲間です、まあ、あの例えば水虫なんかはこのグループなんですけど、それで、まあえっと、細菌が260ページの,の次なんですけど、ウイルスだけで170ページぐらいにあるということです。つまり、えっと、病原微生物にと,という取り扱いでは、細菌とウイルスが2大巨頭であるということですね。 ということで、まああのー、ウリウスのことにも言及しますけどこの講座では最近のことにも言及していきますので、えーまあ、この2大グループの1つに最後焦点が当てられてくるというに考えてください。それではまず感染症対策をめぐる歴史について大雑把に見ていきたいと思うんですが、あのー、これ昨日のナイチンゲール講座の中でも引用させていただいたものなんですけど、えー、昨日が、えー、生誕 200年だったナイチンゲールも出てきますがだい,たいあの医療感染症対策をめぐる歴史というのはあの、まあ、今はだんだんそれぞれが統合されてきているんですが3つの対策があの主な対策だったと考えてください1つは公衆衛生ですね、でこれは都市の環境とか、まあ、家庭の環境を衛生的にするという考え方です。でその次生物学学と医学研究 その相手である病原微生物の、えー、特徴を知り、えーまあ、知っていくような説ですね、えー、研究ですで、そして個人の予防、まあ、個人の側が予防接種などで予防していくという流れがありました、でそれが大体、まあ、代表的なものを言っておきますと、あの生物研究、今日言及しますけど、細,菌のは細胞の発見や細胞説というものがあそもそもあって。 それがだんだんとあの病原微生物である細菌グループの発見などにつながっていってさらに細菌、えー、は遺伝子の研究がつ,つながっているという流れがありますでこれ全部丁寧に説明していったらあの、まあ、また何回かこの、えー、年表は出てくると思うんですけど今日は大雑把な流れだけ見ておいてください公衆衛生の方はナイチンゲールとチャドイクが活躍して18世紀に、まあ、クリミア戦争の,、まあ、あの悲劇 気を経ながら、えー、衛星の大切さが確立されていって一旦忘れられたんだけど最近、まあ、WHO とかカナダのラロンド報告の中で公衆衛生の大切さが訴えられてきたということですね。あとは個人予防の方ではあのジェンナーの主導から始まってそれから血清療法、えー、などの取り組みがあるということです。それではは、えっと、今日は まず非常に原理的な話をしたいと思うんですが生物とは何かということですねで生物という言い方と生命という言い方があるんですがあのこと私もタイトルにどっちにしようか迷ったんですが生物にしましたで生命というのはあのー、比喩的に、えー、こ,この存在には生命力があるとか、まあ、ちょっと比喩的な表現として使われることがあって哲学的に考える時には生命という表現がいいと思うんですが、あのー、まさにその まあ、生き物という意味で取り扱う時には生物の方がいいと思いますので生物にしましたオーガニズムって言ってますでオーガニズムというのは、えー、まあ臓器とか器官とかオルガンという言葉、まあ、オルガンというのは臓器や器官みたいに複雑なものが組み合わさってできてるという意味でオルガンということなんですけどでこういうのと同じ語源でオーガナイゼーション組織とかオーガニックコンパウンド有機化合物インオーガニックというのはまあ陰が否定で無機化合物という 言葉と、えー、にの、えー、互換にもなってるやつですね。よくオーガニック商品ということで有機野菜のことオーガニック商品というふうにカタカナで書いてありますけどあれはもともと有機化合物を示すオーガニックコンパウンドのオーガニックから来てるんですねさてそれでえー、っとまあ本日非常に一番重要な認識としては動物学というのがギリシャの時代にあったんですねズオロジーというのがありました えっと、動物を勉強する学問というのがもう古代ギリシャの時代からあったんですねそして植物学ボタニーという学問もありましたでこの2つは別個の学問だったんですねギリシャ、えー、そしてギリシャ以降ヨーロッパ全体に伝えられたあの脈々と1500年まあ1500年以上ですね2000年以上、えー、教えられてきた学問としては動物学と植物学というのは別個の学問だったんです まあ、確かに違いますよね。そのただ、あの土の上に、えー、止まって、えー、まあ、その成長するやつと動くやつっていうのはやっぱり感覚的にも違いますから、別個のもんだと思われてきたんですね。はい、ところがえー、だんだんとその2つが共通性があることが認識されてきたんです。で、それがこの歴史で1665年にフックがまず、えー、コルクの切片を。 あのコルクってのはお酒のワインの線とかに使うやつですねあれを薄く切ってその、えー、ご顕微鏡を観察したところちっちゃな部屋が見,たと見えたとでこ,れこれをセルと名付けたんです細胞小さな、えー、部屋という意味でで今でもその、えー、なんお酒なんかを、えー、地下でか、あのー、冷やして保存している部屋,部屋のことをセルと言ったりしますけど、まあ、小さな部屋ということでセルと名付けたんですでその後、えーと レーメフックという人がオランダのレーフックが顕微鏡で微生物も発見したマイ,マイクロオーガニズムというのを発見してましたでその後実は重要なのはシュワンとシュライデンという人とシュワンという人が細胞説というのを唱えたんですね細胞説というのは、まあ、何かというと植物の体は細胞でできているというのがシュワンシュライデンの方の細胞説ですで シワンの方は動物の体は細胞というものでできているという考え方今でこそ当たり前ですね小さな袋のような細胞というものが集まって人体ができている、まあ、人体は60兆個の細胞の集まりなんですけど、まあ、植物体だってまあ細胞が集まってできているというのはなんとなく皆さんご存知だと思うんですが実はそれはこの2人の発見までは当たり前じゃなかったんですね。確かにフックが細胞を発見したと 小さなな部屋みたたいなものが組織によっってあることと。は分かったとしかし他にもいろいろあると思ってたんですね細胞もあればあの粘液もあれば繊維もあると細胞という部屋は、まあ生物のまあ、動物や植物の体を形作る上での部品のワンオブゼム一つであって全体ではないと思われてきたんですねとかシュ,ワンとシ,ュシュライデンとシュワンはその繊維に見えるものを顕微鏡でよく観察したところ細長いけど細胞だったと で粘液と見えてるやつも、確かに水分はあるけど、その中に細胞が浮いてたということが分かりまして、まあ、生物の体は小さな、えー、袋状の細胞の集合体としてできてるということを、えー、確立したんですねで、この2人の研究が植物学、動物学という別の学問であったものを、やがてバイオロジー、生物学として統合してることなんですね。生物学という言葉だから、実は19世紀以降の言葉なんです、新しい言葉なんですね、バイオロジーっていうのは。 でバイオロジーというのはバイオというのは、まあ、ビオスというギリシャ語で、まあえー、生命力的なことをイメージする言葉なんですけど、まあ、いろいろバイオスフェアとかバイオダイバーシティシンバイオーシスこうシンというのは共に、えー、生き物同士が生き合うということで共生とか共存を言いますねアンティバイオティックスというのはバイオバイオ生命をアンティというのは反対するとつまりこれ細菌の増殖に反対する物質ということで構成物質と。 バイオプシーと、えー、プシーオプシーっていうのは見るという意味でありまして、えー、生物の、えー、組織を見るというような言葉にもつながっていますバイオというのは結構バイオグラフィティというのはその人の,あのじ、えー、経歴みたいな意味で使ったりしますねということでバイオロジーというのが初めて生まれて植物と動物というのが統合されたとその中に微生物も統合されていくんですね で私の時代は私もあの理系の,あの大学にいたので、えーそのえー、お互いを挨拶するときの言葉で面白い言葉があってあなた植物ですか動物ですかっていうのがお互い聞くんですねあつまり、えーまあ、私の1980年代は生物学ができたとはいえやはり植物学動物学に分かれてた時代が あのずっといいていたので、えー、研究者が動物系か植物系かというのは一つの重要な属性だったんであなたは動物いや私は植物ですとかそのうちいや私は微生物だとかいう人が現れて、まあ、だんだん現れたりして、まあ、今はさすがに生物学で統合された時代が長くなってきたんで、まあ、植物系動物系という言い方はだんだん減ってきてるとは思うんですが脈々と100年ぐらいこの それぞれ別の学問であった、えー、歴史が続いてるんですね。さて、えじゃあそもそも、あ、そうだあの、ちょっと答えに行く前に、そもそもじゃあ生物とは何でしょうか生物とは何でしょうか生物ってどう定義しますでしょうか、まあ、大腸菌も生物ですね、えー。そして人も生物、植物も生物ですで。生物とはどう定義するかということで。 実は哲学的に考えるといろいろ難しいところもあるし、議論もあるんですが、まあ、ちょっと結論を言ってしまいます。生物を、まあ、生物学的な、えー、基礎的な定義をすると、2つのことをやっているのが生物だと、代謝、メタボリズム、つまりそ外との外界との物質のやり取りをして、そこでエネルギーを獲得して何かの積極的な活動をしていく、代謝をするということですね、メタボリズム。 メタボメタボっていうのは最近そのメタボリックシンドロームっていうことでちょっとあの太ってるとかそういうことの代名詞になってますけどもともとは代謝するという意味ですね代謝する外との物質のやり取りをするということそれからもう一つが自己増殖自分と同じ形の子孫を残していく生殖していくとレプリケーションしていくということですねでこの2つが定義です、えー、と外の世界と物質のやり取りで代謝をして自らの、えー、形を、えー、子孫に残していくというのが、えー そのために実は細胞構造を持たないとだめ細胞小さな袋の中に、えー、外界と隔てる外との世界との隔てる細胞膜とそれから、まあ、子孫に伝えるために遺伝子を持っている必要がある、まあ、この2つが定義で、まあ、この2つを実現するためには最低高齢は必要だろうということであるんですね。それではじゃあ,あの本日の最後のスライドになります。 えっと、じゃあ、その生物の定義に合うものは、まあ、一般的には植物、動物、それから菌類、まあ、きのこ、菌キノコカビというのは、まあ、植物のグループに見られている言葉なんですけど、実は独立のグループとして捉えて、え菌界、それから単細胞のゾウリムシとかアメーバとかの,あのグループがあります。でこれらのグループは えー、中学校だと例えば植物と動物はもう、まあ、違うものとして教えられるし、まあ、ここの単細胞生物もまたちょっと、えー、多細胞とは別のグループとして教えられるわけですが実は生物学的にはこの違いは大したことがないということが分かってきています遺伝子的に見てもこの差は大したことないと。えーまあ、だからゾウリムシと人は まあ大した違いいはないと同じ、真核生物というグループだということで、えー、一つのグループになっているんですね。この真核生物の特徴は、ここに酵母の図が書いてありますけど、角膜という膜に包まれた遺伝子、DNA が入っているんですね。こ,うちょっとこれ、ちょっと膜を描くのを忘れてますけど、ここの赤いところに DNA があって、ここを角膜というものが住んでいるんですね。ということで、角膜に包まれた核を持つ。 生生物物いうのが核ですカリオンというのはあのギリシャ語で核か、えーえー、を示す言葉でありまして真の核を持つということで真核生物という真核生物ですで一方大腸菌、まあ、これび病原微生物の中の細菌グループなんですけどその、まあ、大腸菌が全てあの病原微生物という意味じゃないですけど、えー、と病原微生物なんかも含む細菌グループは 遺伝子 DNA DNA んですね。DNA あると。しかし、角膜と入れ物に入っていないこう細胞の膜の内側にさらに角があってその角の中に収納されてきれいに収納されて、えー、小さな範囲にまとめられて入ってるんじゃなくてこうバラバラに、えー、細胞室に浮いてる形になっております。ということで、えー、核がないということでプロカリオと,、えー、と原核生物でいっています。その原核生物グループが、 卵巣というグループと、それからあの大腸菌菌などの細菌グループですで卵巣とというとも,もという言葉は日本語だとこれとこれが同じだと感じにくいんですが、実は英語だと視野のバクテリアですので、卵色のバクテリア、卵色細菌という訳し方もありまして、えー、細菌と同じグループなんです、原核生物のグループですね。ということで、えー、っとこの原核生物と真核生物という2つのグループに、えー 生物は大雑把に分けられるんですねでちょっと後で遺伝子的にさらに幻覚生物が2つに分かれているという話も出てくるんですがまずは今日本日のところの理解としては幻覚生物と真核生物大腸菌グループと人グループ人とか、まあ、単細胞であっても核を持つグループは違うということですね。でこの違いが実は 薬の効き方の違いにもつながってきたりして例えば、一番簡単に言うと医薬品の多くは原核生物には効くけど同じ細胞でも真核生物には毒にならないものを選んで医薬品の開発がなされているということでこの違いに狙った薬,品あの薬,薬剤の開発がなされてたりしております。それではちょっと 最後にまとめですが、えー、さっき言ったように生物はこれ、単細胞で生、えー、物に入ってないけど、これきちんと2つに分裂して増えることができるんですね。でこれも2つに分裂して増えることができる。まあ、人は生殖細胞を作って合体させて増えることができるということです。そして外の世界とのやり取りできてまして、細胞膜がありますね。一番外側にえっ、ー、と外と隔ててる細胞膜があります。まあ、その外にさらに細胞壁というものがあったりするんですが、この細胞膜というのがあると。 いうことでその意味ではえさっき言った定義にぴったりなんですねあの。代謝をして自己増殖をして細胞構造を持つということです。ということです。さて、それではウイルスはどうかというと、実はあのこうウイルスの話を今日してしまうと時間が長くなるので、えー、いわゆる生物の定義、この基本定義と必ずしも一致しないんですね。だから原核生物でも新核生生物物ででももなくて まあ生物として扱うべきかどうかという議論があって、えー、基本的には生物としては扱わないという話になっています、まあ、その話も含めて、えー、またお祝い,いしていきたいと思いますが明日は多分、まだウイルスまではかずにこのやはり私たち自身の幻覚生物とあの病原微生物の一大グループである最近の基本になっている真核、えー、と幻覚の話の続きを入れたいと思います、えー ご清聴ありがとうございました。